2018年4月4日9時6分カーリング男子の世界選手権は3日、米ネバダ州ラスベガスで1次リが行われ、チーム岩井の日本はロシアに 5-6 で競り負け、カナダには2-9で大敗した。通算2勝5敗、ロシア戦は第1エンドに3失点。その後は巻き返して第8エンドに追いついたが、不利な先行の最終第10エンドに勝ち越された。カナダ戦は6エンドが終わったところでギブアップした。共同、今、あなたにおすすめ。